はい、皆さんこんにちは。ピアノ .com の石山です。ピアノ .com では結構積極的に中古の買い取りをしているガーシュインのピアノですね、結構好きなモデルが多くてですね、ご紹介させてもらってますけど、そのカタログが見つかりました。これをご紹介したいと思います。まあ、これも記録としてね、残しておいてもいいかなって思いますね。結構ね、インターネットで調べ物をする方が多いので、いや、このピアノちょっと友達から譲ってもらうけど、どんなピアノかなってこう調べるときにですね、案外記録ないんですよね。ですから、もう私の方でちょっとざーっとご紹介します。今紹介するのは、これざーっとお見せしますね。ザッと動きありますね。たくさんのモデルを作ってられましたね。はい、こういうモデルです。ザッと先にお見せします。はい、これだけ、こんなたくさんモデルがあったんですね。はい、これが G80M ですね。これはね、小さい、背の高さが119センチ、あ、これは見たことないですね。これマホガニの G100、 これも125センチかな、これがね。で、110ですね、これ110センチ、128センチかな。で、 G110M ですね。はい、もうね、仕様はご自身で見てくださいね。G300M、 G500M、これは見ますね、中古でちょくちょく見ますよ。これよく売れてたと思いますよ。そしてこれ、あ、これも見ますね、これも見ますね。はい、 G700、 数字が上がるとだんだんと高級になっていくというね感じ。じゃあ、これこれこれ、これがつい最近中古で初めて入ったんですね。めちゃくちゃ音いいですよ、これ。ヤマハの、W102 とそっくりの形なんですけどね、譜面台が上についてた、初めて見ましたけど、ものすごい音が、重低音すごかったです。あ、まあ、こんなのもあったんですね。 GA70、 そして GA80G100 ね。ビデオを止めてこの仕様は見てくださいね。はい、こんな感じですね。そしてアリコート方式、アグラフ方式ってね、書いてあります。これは貴重なカタログですね。で、作ってるのがテンションレギュレーター、あ、響板をちょっとカーブさせて弦の振動を良くするってね、これですね。あ、テンションレギュレーターって、これ、こう、そう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 、このようにね、あの、ついてます。こういう金属のね、なんかこう工事現場にあるようなやつですけどね。作ってるのが東日本ピアノ製造という、このメーカー確かバロックっていうね、ブランドでも出してたと思いますね。非常に私は気に入ってるメーカーですね。とにかく重低音の重厚な音がするというイメージがあるんですね。はい、ガーシュインはね、ジャズの作曲家の名前ですけど、あ、これ、ね、値段表もありましたね。ざーっとこれちょっと見せていきましょうか。はい、気になるところで止めてください、ビデオをね。今日ね、外大雪なんですよ。昭和29年以来のね、積雪が京都であったということでね、あの、すごい積もりました。まあ、それで外がね、そんな音してます。はい、こういうことですね。記録としてね、残しておきますね。ガーシュインピアノのご紹介でした。それではさよなら。